IF キラ僕もファッション誌に出たいんだ。に対するみんなの反応集。ではどうぞ。コンパス広報でシニアアスランは写真撮ってるから僕もお気に入りの私服を用意したのに、なんで僕だけダメなんだよ。キラ大好きなシーンでも口ごもるやつ。キラくんのおべべ、ベルト装飾多くない？その、服のセンスが。服のセンスが悪かったんだ。悪かった。少なくとも、ファッション誌には載ってた服だぞ。これを見に来た。未来のファッションリーダーがこんなところで死ぬ気か？ロマリーとミコットのやつやめれわら。まあベルトなしでいいなら、総裁が選ぶんなら。キラ、お前はダサい。画面に映せないほどにな。まあアスランは仕事なら我を抑えて現在の流行とか調べて無難なの出しそうだが。ファッションセンスってコーディネートできなかったんかな。コーディネートしたやつ、つまり父親のセンスが壊滅的だったんじゃね。ファッションセンスなんて環境に左右される後天的なものだろう。正論だけどどうにかしてやれよ。いいえ、先天的な要素が強いものと思われます。早く服着ろって言ってんのにあの服を選ぶセンス。逆になぜ出れると思ったんだ。家に鏡がないわけじゃないだろう。何も終わっちゃいない。何も終わっちゃいないんだ。僕にとって戦争は続いたままなんだ。自分の金で買った好きな洋服をディズられている。ミレニアムではクソダサいだのみんな好き放題に言いやがる。あいつら、なんなんだ。何も知らないくせに。普通の服着たら着たで、なんか違うんだよなって言われるキラの悲しい現在。キラ、普通の方が一番ですわ。ダメだよラクス、これはなんか違うんだよ。これはいい感じにかっこいいから、やはり素材は最高なんだよ。これって。これをパッと見てパラシュートのベルトと見間違える人結構いるんじゃ。高速部か何かで？皆からダメ出しくららった順将。真にフォローしてもらおうとするも目線をそらされてことの重大さに気づく。写真集とかはちゃんとあったから。僕はコズミック、イラのオシャレ番長なんだぞ。他のメンツも50歩100歩では？せっかく養親やラクスと事前に写真撮影の練習までしてたのに。最近の半剣絵はやばい、服装減ってるから。あれ平井絵っぽいけど平井作画じゃないらしいね。つまりザーさんの声で再生されるバグ。僕ゲームだとたくさん活躍させてもらった。なのにスパロボに出るとそんな役割ばっかりやらされる。帰ってくるんじゃなかった。チヤホヤされたかった。シンみたいに。だけど、もう引き返せないとこまで来ちゃったんだよ。実際ラクスは彼氏にかっこいい服着てほしいとか思わないのか。それとも目が曇ってるのか。好きな人に一つくらい残念ポイントが欲しかった説。これ着れるやつなら大体何でもかっこよく見えるだろ多分。多分あのマルチロックとかナノマシンでするためのピチピチキメキメスーツだと思う。エヴァのプラグスーツぐらいにはハイテクの塊なのでは。ラクスのパイロットスーツは試しの頃だと色以外は普通だったから映画で出てきてびっくりした。インジェ乗った時の旧ザフト型でもミネルバ組の新ザフト型でもオーブ型でも順将と同じコンパス型でもよかったろうに。タイマシノブにしてきたの絶対受け狙いだろとしか思えないわら。デザインはさすがに本人じゃないと思うわ。通信だとサウンドオンリーになってたからこの格好本人も恥ずかしかったのだと思われる。毎日夢を見るんだ。スパロボに劇場版参戦して皆の前で君たちが弱いからって言ってプレイヤーに爆笑らされる夢を。ファッションリーダーになりたい。僕が買った洋服はアーキストの高典、西川がデザインした大切な服なんだ。ヘリオポリスじゃ西川さんは皆の憧れの的だったんだ。これを見てよ、アイドルの娘だって西川さんリスペクトの服をライブ衣装に採用するぐらいなんだよ。アイドルのライブ衣装に採用されるような服を私服にするな。キラ、俺たちを巻き込むな。いや、あのブーバーンみたいなファイアパターンの服着てる際には言われたくないだろキラも。出たスーパーソニコとか色々なアイドルが着ている登竜門的な衣装。隊長、アイドルの娘はそんな服装している時点でかわいそうだと思いますよ。そんな服装、
その場でラクスにフィグアを宇宙行きダストシュートに捨てられる順勝。残党な判断ですな。総裁、ついでにうずきのフィグアの中でもトップクラスに顔の出来がいいという。実際スパロボ順勝はサルファ、K、ウィング、ゼータと毎回曇りまくったり煽られまくったり非難されたりと大変だからな。なんでだよー。なんでみんなベルトを増やさないんだよー。ベルト服って嫌い外だと TOS のクラトスくらいしかイメージないわ。謎ベルトいっぱい服とかキラカボー RPG の主人公の父ちゃんの天使モードでしか見たことないや。この服割と好きなんだが、内側がピンクな当たり前誰が見繕ったのかは言うまでもないよねっていう。知れば誰もが望むだろう。頼むから普通の服を着てくれと。無言で目をそらす。キラワは服を着たらどう？新年には服着て猫抱いてるやつすごく良かったよ。ベルトファッションは FF なイメージある。マジで好きでベルト服着てるんですか。順勝やばいっすね。アニメキャラの服装がダサいのは昔からだし、キラのベルトが多い服を好んで着てるはファンによる妄想だと思ってたのにこれだもの。真のラフでアクティブ、アスランのかっちりは服の好みとして方向性がわかるのにキラのは斜め上なんよ。これが誰もが君のようになりたいと望んだスーパーコーディネーターのファッションセンスか。スーパーコーディネーターだって完璧な存在じゃない。ファッションセンスという弱点があるんだ。あのベルト服、CE 世界的には実際どういう判定なんだろうって気にはなる。なんでそこまで自分の服に自信たっぷりなんだよ。ファッションセンス自信満々の順勝を見ると笑顔になれる。まだ19歳だからな。意固地になって、僕は間違ってない。と主張しても年相応なんだ。キラのあのベルトは愛する人に離さず拘束していてほしいという深層心理の現れに違いありませんわ。監禁拘束ロマンティクスがはかどりますわね。ベルトが多くてなんでダメなんだよ。かっこいいだろ。僕が住んでたヘリオポリスじゃ大人気だったんだぞ。フレイヤ、あと根拠ないけどミリアリアだって多分ベルト大好きなんだ。正直に言うと映画で新しいベルト服見せて欲しかった。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。